まず1号艇で登場ということでございますけれども、予選4日間戦いました。堅実に走ってってイメージでございますけれども、モーターの手応えどんな感じですか？はい、日増しに良くなってきてると思います、うん、あ、そうですか。上積みがちゃんとできてるという感じですか？はい、はい、なんか特徴みたいなのありますか？特にこの辺がいいとかっていうのは。バランス取れて、初日から言ってますけど、嫌いなところがないところがいいところですね、うん、そうですか、はい、はい。スタートに関してはどうだったですか？比較的いいタイミングで入れてると思います。なるほど、はい。まあ、ここは1号艇なんでね、まあ、しっかり逃げるのみという感じですが、まあ、野暮な質問かもしれません。ピットマナー問題ないですか？はい、そうですか、はい。じゃあしっかりここは逃げてという形になるかと思いますけれども、もうともかくこちらはね、平和島の周年って言いますと G1 初 V の思い出の水面でもありますんで、はい、もう白井さんやっぱりもう平和島校舎ってイメージもありますから。さあ、それでは順位突破に向けて意気込みをお願いいたします。はい、しっかり全力出します。お願いしてください。はい、白井選手でございます。ありがとうございました。白井選手は予選2位でね、順位駒を進めたという形になります。さあ、片岡選手でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、昨年は琵琶湖をね、本当に素晴らしい成績で G1 初 V になりました、はい。さあ、今回も負けず劣らず好内容できてますが、4日間戦ってモーターの手応えを教えていただけますか？はい、全体的にいいのかなと思ってます。はい、はい、どの辺が気に入ってますか？まあ、タンマリの感触とか気に入ってます、うん、はい。なるほど。4日間は調整に関してはご苦労はなさらなかった感じですか？そうですね、プロペラの微調整だったのかなと思いますけど、うん、そうでございますか、はいはい。これまで平和島との相性というのは片岡さんの中ではどうでしょう？なんかいい方だと思ってるんですけど。なるほど、はいはい。そして4日間のスタート感、ご自身と時計の感触はどうだったですか？ちょっと様子見ながら行ってるんで、うん、しっかり行きたいです今日は。ということは全速で入ることができればと。はい。じゃあこの気温が低くなった京都のセッティングをしっかり合わせていきたいという感じはありますか？はい、そうです、はい。2コース定番だったら2コースになりますけども、結構2コース増えてたっていう選手もおられますが、片岡さんの中では2コースはどうですか？まあ、そんなに好きなイメージはないですけど、うん、そうですか、はい。まあ、そんなことは言ってらんないですからね。そうですね、はい、はい。さあ、順位突破に向けてそれでは意気込みをお願いいたします。はい、優勝目指して頑張ります。応援お願いします。はい、片岡選手です。ありがとうございました。はい、松井茂選手でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい。パーセンテージはないんだけれども、まあ、それで悪くないというふうにドリームの時のお話を伺いました。4日間モーターの推移に関してはどんな感じに仕上がってますか？バランスが取れて、うん、いいと思います。そうでございますか、はい、はい。スタートに関しては4日間どうだったですか？まあまあ、タイミングでいけてると思います。なるほど。結構全速では入れてる感じはあるんですか？いや、掘り持ってですけども、うん、はい、掘り持ってという感じでございます、はい、いつも通りです、それも、はい。なるほど、はい。順位に向けては、じゃあ、まあ今日は気温がぐんと下がってますんで、ここでしっかり合わせてモーターの良さを出していきたいという感じになりますか？そうですね、まあ、これを戻って試運転してから考えてみたいと思います、うん、はい。前々回のこの東京ベイカップの覇者でございます。さあ、王者松井選手から順位突破に向けて意気込みをお願いいたします。はい、全力で頑張ります。はい、ありがとうございます。松井選手でございます。平本選手でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんといっても今回はね、3日目の連勝、これがやっぱり印象に残ってますけれども、はい、4日間戦ってモーターの手応えを教えてもらえますか？はい、モーターいいと思います。あ、そうですか、はい。どの辺が特に気に入ってらっしゃいます？出足型ですね。あ、はい、じゃあこれは選手の皆さん一番欲しいところですね。はい、いいと思います、はい。じゃあその出足関係、それから、まあ、出口の足なんかもスムーズに直線につながる感じはあるんですか？そうですね、まあ、出足型ですけど別に伸びも悪くないんで。なるほど、なるほど、はい。じゃあもうモーターはこのままで、まあ、今日はあとはこう気温がぐんと下がってるんで、はい、そこをしっかり合わせてと。そうですね、もう朝からでも試運転してるんですけど、うん、まあいいとこを探して、うん、そうそれだけですね、はい、はい。さあ、4コースということになると、まあ、仕掛ける1かもしれませんけども、スタート感に関しては今節はどうでしたか？はい、スタートも感通りタイミングバッチリ来てるんで、うん、はい。ああ、じゃあすごくいいイメージで、はい。平本さん、これまで平和島との相性はどうですか？もういい方だと思いますけどね。なるほど、はい、聞くことは全部いい方向でございますのでさあ、そうなりますと楽しみな、ここはセンター戦でございます。順位突破に向けて意気込みをお願いいたします。はい、もう悔いない調整とレースをしたいと思います。応援お願いします。はい、平本選手です。ありがとうございました。はい、山本選手でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、山本さん、4日間戦いました。モーターの手応え、はい、どんな感じに仕上がってますか？あ、悪くはないと、はいはい。悪くはないという表現でございますが、特にこれが逆にいいなというのはどの辺ですか？それも、うん、
悪くはないんかなぐらいで、はい、もう、まあ、全体的に、まあ、あのいわゆるバランスが取れててそれぞれ悪くないという感じになりますか、はい、調整っていうのは連日そんなに苦労はなさなかったですか。いやもう毎日ペラやってます、うん、毎日プロペラやりながら、はい、じゃあ今日はこの寒い状況の中で今雪もちらほら舞ってまいりましたけども、はい、その辺合わせられればと。そうですね、はいはい、スタートはどうでしょう今です、うん、よく分かってないですね。え、はい、分かってないですね。分かってない、はい、ああじゃあこれちょっと練習をしっかりしながら。そうですねっていう感じになります、はい。定番通りであれば5枠からの戦い、これは山本さんの中でもうね、もう岡山の代表選手ですけども、平和島との相性なんかはどうですか。悪くはないと。はい、そういうことですか。じゃあしっかり展開をつく足はあるよという感じになりますか。はい、スタートさえ切れれば。なるほど、はい、さあそれでは自由とパリ向けて意気込みをお願いいたします。はい、いいレースします。はい、はい、頑張っていただきましょう。山本選手でございました。はい、坂口めぐる選手でございます。よろしくお願いします。はい、どうもどうも。はい、まあ、ちょっと一着はないんですが、いわゆる大崩れもなくてという感じで、そんなに寒いですか。大丈夫ですか。いや大丈夫ですよ、はい、はい。どうでしょう、あの4日間戦っての手応えというのはモーターの感触を教えてもらえますか。そうですね、数字よりはいいと思います、はい。うん、なんか特徴みたいなのあります。まあいい意味でバランス取れてますね、はい。あ、なるほど。じゃあもう自由に向けてはもうモーター的にはそんな大きな心配はしてないと。はい、回転合わせだけです、はい。そうでございますか。回転合わせるというか、やっぱり今日はちょっと回りすぎてるっていう感じはちょっとあるんですかね。いや、朝乗った時まあ、うん、そこまででもなかったんで。なるほど、まあまあこの後乗ってもうちょっと、はい、やります。はい、スタート感に関してはどうですか。まあ一本持ってるんでね、うん、はい、まあ気をつけていってますけど、はい、気をつけながらで、まあまあ大きな感触のズレはなくちゃんと来てるかなと。まあそうですね、はい、いう感じになりますか。これまで坂口さんの中で平和島との相性はどうでしょう。まあ良かったり悪かったりで、うん、はい、はい、ですね、はい。まあでも今回はね、いい方に持っていきたいですね。そうですね、はい、はい。6枠は何でもできるところではあります。そして平和島は6枠も強いんですけれども、コース取りは何か考えてらっしゃいますか。いや、まあ普通に行けば6コースなんで、うん、まあまあ、松井さんが多分攻めてくれると思うんで。なるほど、はい、松井さんが任せとけと、うん、はい、もう任せとけと、はい、あ、そうとかですか。松井さんに持っていくわけですね、6枠ですけどもね。あ、まあそうですね、はい、3枠の松井さんにね、はい、もう憧れなんで、はい、あ、そうですか、あ、そうですか。確かにそういうことでございますね、はい、はい。さあそれでは順位突破に向けて意気込みをお願いいたします。そうですね、展開あればつけると思うんで応援お願いします。はい、坂口選手です、ありがとうございました。